アンタークトペルタは、白亜紀後期に生息していたと考えられている恐竜。長蛮類や極竜類に分類される、ノドサウルスの一種とみなされており、このグループとしては、中型の体長約7メートル。南極で発見され、2006年にサルガドとガスパリーに,によって、南極の盾を意味するアンタークトペルタと命名された。ノドサウルス科は、 極竜類の中でも原始的なグループでアンキロサウルスのような攻撃手段を有さず、固く鎧のように進化した背中の表皮で身を守るだけだった。ノドサウルスの化石の多くは北半球で発見されているのに対し、アンタークトペルタの化石は南極で発見された。葉や鎧はノドサウルスの特徴を示すものの、分類ははっきりしない。 化石化石は1986年1月、南極のジェームズ・ロストーから発見された。これは南極で発見された恐竜の化石としては世界初のものだった。発見したのはアルゼンチンの地質学者のエドゥアルド・オーリベロとホベルとスキャソである。見つかったのは歯が3本と下顎などの頭骨の一部、首から尾にかけての椎骨の一部、獅子の一部、 断片になった鎧の一部などである。化石は6メートル四方ほどの範囲に散乱していたが、一個体のものだと考えられた。しかし、糖度と骨幹の気候に妨げられて、発掘までにはそれから20年ほどを要した。得られた化石も長年の氷雪の影響で、状態は非常に悪いものだった。2006年になって、アルゼンチンの古生物学者、 レオナルド・サルガドとガスパディーニによって南極の盾を意味するアンタークトペルタと命名された。なお、南極で発見された恐竜としては世界で最初のものだったが1993年に2番目となるクロロロホサウルスが発見されて先に命名されたので命名順としてはアンタークトペルタは南極で2番目となった。アンタークトペルタの化石は 全身が発見されているわけではなく、推測に基づく、不明確部分が多い。発見された骨の大きさなどからは、体長は4メートル程度と見積もる説があるが、近似種で研究が進んでいるエウオプロケファルスと、歯の大きさを比較して類推するならば、体長6メートルから7メートルとされているエウオプロケファルスよりも、アンタークトペルタの方が大きな歯を持っている。 全体は見つかっていないもののには、アンキロサウルスと同じような攻撃能力を持っていたかもしれないと考える説もあり、そうだとすると、ノドサウルスかとは異なる特徴を備えていることになる。ありがとうございます。